イルコッタは、マルタのチーズ。イタリアのチーズであるリコッタと混同されるが、ホエーを使用せず、温めた土チチに塩化カルシウムを加えて、カード状にしたものである。原型としては、19世紀の土チチに沸騰した海水を、加えて40分かき混ぜて凝固させ、古式でホエーとイルコッタに分離するものが知られている。21世紀には、牛乳を使用したものも製造されている。 リコッタと同様に、脂肪分が少ないチーズである。様々な料理に使われるほか、ディップとしてそのまま使用されたり、クリームチーズの代用とされるなどの方法で食される。製造過程で海水を用いるため、軽い塩味がするチーズとなっている。マルタの欧州連合加盟に際し、ジュベーナと共に伝統的なチーズとして保護されている。キルコップでは、2010年よりイルコッタを取り上げた。 祭りであるイルコッタフェストが開催されている。なお、イルコッタの英語訳としてモリコッタが用いられる。例、マルタ島南部キルコップで行われるイルコッタフェストの英語訳がリコッタフェスティバルとなる。当時使用されていたのは洋乳、またはヤギ乳、牛乳を使用したイルコッタの例。ありがとうございます。